どうも、めっちゃめっちゃメッセです。はい、ということで今日もやっていきます。はい、今日はね、愛知県のまあ野球をね、語り尽くしたのかということでね、やっていきます。まあ、愛知県といえば、まあ、もういろんなね、まあ、名門がありますと。ほんならまあ、その中でね、まあ、やっぱ自分もコラボしたこと、もうコラボに出てくれ、この動画に出てくれたこともあります。愛工大名電や。ほんでね、やっぱもう、藤島選手がおって、ほんでもう応援が有名で、ほんでその時の女子マネが可愛いって有名になった、もう東方に、まあ、中京大中京。で、その中京大中京が、もう最近全然出れてないですし、ちょっともう落ちまくってるんですよ、実力が。だからもうちょっとそれも残念やなって話もしたいのと、まあその愛知県のまあいろんな高校っていうか、まあ見どころをね、自分なりにね、まあそんな詳しないですけど、まあちょっとね、調べてきたんで、やります。はい。まずね、東邦がね、もう東邦が春優勝してるんですよ。ほんで、優勝、東邦、準優勝、愛工大名電。ほんで、もう3位からはよくわかんないんですけど、豊川高校っていうところがベスト4なんですよ。ほんで、そこが、豊川高校っていうところが、3回戦ぐらいに中京大中京に5対3で勝ってます。で、こういう、ね、図になってるんですけど、まあ、やっぱでもこれはもう正直な話、もう東邦と、まあ、名電のもう一騎打ちかなって思ってます。他なんかの競泳とかありますけど、このも実力的にはやっぱこの2個やなっていうのがあります。そんでね、やっぱこう言いたいのは、東邦のピッチャーで、146かな持ってる右でも言うたら、名電打線も抑えて、それがエグいんですよ。で、内野手もできると。ほんで、まあ、そのピッチャーが、まあ言うたら、エグくて、ほんでそこで名電打てるかって話なんですよ。ほんで、名電は名電で140ぐらい、143マックスかなの、まあ、ドラフト候補の右と、ほんで左の140がいるんですよ。で、この左140もドラフト候補なんかな、多分そんなんで言うたらもうバチバチ抑えてるって感じで、なんですけど、まあ言うたらその中京大中京がね、まあ最後、もう自分らの時で言えば、ほんま中京大中京って言ったらほんま強くて、もう超名門やったんですけど、だんだんちょっとこう落ちてしまって、だから中京大中京、まあ最後に甲子園では2020年の夏なんですよ。この親善大会で、あの智弁学園、あの前川右京君とかね、いう時の代で、負けてしまってるんですけど、まあ、でもほんまに、前川右京君、去年やったっけな、いや、の1個下か、の1個上の年ですね、だから2020年です、去年ですね、に、やってるんですけど、やっぱこう、愛知のやっぱ高校野球ってなんかな、なんかこう、ちょっとこう、ね、中京大中京がこう出てきてくれないと、やっぱその高校の割に強いところがあんまおらんみたいな、高校がめっちゃ多いのに、その強いところがあんま少ないってなった状況はね、嫌なのでね、やっぱその中京大中京もどんどん出てきて、もう一回力をつけ直せと。ほんで、これ東邦と名電、自分が思うには、やっぱこれも正直、このね、名電が2枚おるっていうのが、自分が、この名電が夏優勝すると思う予想なんですよ。自分はね、予想、夏名電優勝すると思ってるんですよ。ほんで、これはなんでやねんっていうのはね、やっぱこの、ね、2枚おると、やっぱね、その安心感じゃないんですけど、やっぱこう、組み立て方が、まあ言ったら、楽なんですよ。やっぱこう、連戦が続いたりっていう、まあそのね、毎回こいつこんなんばっか言うやんけって言うかもしれないんですけど、やっぱ夏って、ほんまに言うたら、まあ、言うたら、じゃあ愛知で言ったら、豊川に勝ったら次東邦とかもあるじゃないですか。ほんなら豊川でちょっと手抜いたピッチャーで負けられへんと。でもそれなりに抜きすぎたら打たれると。で、いいピッチャーは掘らそうかな、でもその弱いピッチャーやったら接戦になるやろうなっていう時に、あの2枚おるとほんまに強いんですよ、夏は。だからね、それで言うと名電がやっぱその決勝で当たるとかなったら、自分は名電が勝つと思いますね。やっぱそのそういうところもそうですし、やっぱこう、名電のね、やっぱそのインタビューした、もう言っとったんですけど、やっぱ練習が厳しいと、ほんで、もう、大部屋で寝かされたりすると。だからやっぱそういうところで、やっぱ名電が競り勝つっていうか、まあ、勝つんちゃうんかな。で、やっぱこの一番の大きい差は、やっぱ東邦は、やっぱそのピッチャーを、やっぱ春んで、もう出してしまってるっていうところが、やっぱ一番なのね、その名電とやるのに、やっぱそういう、一枚しかおらん、一枚を見せるなんて、ほんまにね、もう、なんでしょうね、ほんまもう最初にね、パンツ見してから、次パンチラ期待させるみたいな。いや、もうさっき見たし、みたいな。何の話なんでしょうね。はい、ということで、今日もやっていったんですけど、まあ今日はね、まあ、間違いなく、まあちょっと中京大中京のちょっと時代が終わってしまったなって、だからもうちょっと頑張って、やっぱその豊川高校とか、まあ強いですよ、豊川高校もベストオフまで入ってるし、まあ、それなり名門ですけど、そんなところに、
負けてるような名前じゃないと、中京大中京っていう名門は。だからね、もうちょっと頑張ってください。もう自分ね、この前愛知行って、お前ね、もうひつまぶしだけは食べて帰ろうと思って、ひつまぶしが高すぎて食べるのやめました。はい、ということで今日もやってきました。はい、皆さん愛知県の情報があるなら、ぜひコメントしとってください。それじゃあ、お疲れ。